はいどうも、がっくんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画ではメダカのビオトープで初心者でも簡単に育成できる水草を6つご紹介していこうと思います。すでにメダカを飼育している方からすれば、ご存知のものばかりになってしまいますので、そういう方にとってはですね、この動画はつまらない内容になるかもしれません。なのでこれからメダカの飼育を始めようと思っている方だったり、あとはそうですね、飼育を始めたばかりでメダカのビオトープ内に入れる、水草だったり浮き草の導入を考えている方のご参考になればと思います。では早速ご紹介の方をしていこうと思うんですが、この動画では水中で育成できる水草と、あとは水面にぷかぷかと浮かぶ浮き草に分けてご紹介していこうと思います。まずはですね、水中で育成できる水草からいきます。でその水草はというと、この2種類ですね。1つ目がアナカリス、そして2つ目がマツモといった感じなんですけども、まずこのアナカリスなんですけども、日本名ではオオカナダモといって、メダカのビオトープだけではなくて金魚だったり、あと熱帯魚の飼育でも定番な水草ですね。でこの太い茎と鮮やかな緑色がすごい特徴で、特にですね、これ二酸化炭素を添加しなくても余裕で飼育できますね。でさらにですね、これ日光が当たらないような日陰でも問題なく、めちゃくちゃ増えます。なので丈夫でとにかく育成が簡単ですね。ですごく綺麗な水草ではあるんですけども、ちょっとデメリットがあって、これビオトープでは全然デメリットではないんですけども、このアナカリスという水草はまっすぐ成長するってことが少ないんですよ。大体はですね、曲線を描くように伸びてくるんですよ。つまり曲がってしまうんですよね、成長途中で。なので水槽で導入するのも綺麗でいいんですけども、やっぱ水槽って横から見るので、こう曲がってしまうと干渉的にあまりよろしくない場合が多いので、やっぱですね、ビオトープ内で自由にこうやって茂みを形成させて、やっぱ育成するのに適してるかなっていうような水草です。でこのアナカリスは成長もめちゃくちゃ早くて、増やすのも超簡単です。で僕もですね、このアナカリスを育成しているんですけども、もう日に日に伸びていってるのが分かるんですよ。それぐらい成長が早くて、もう 2,3 本ぐらいあれば、もう小さいビオトープとか水槽っていうのは数ヶ月でびっしり、もう埋め尽くすくらいですね、びっしりになることもあります。もうそれぐらい成長早いです。だからとにかく成長が早くて増えまくる水草が欲しいという方にもおすすめです。でそして次のマツモなんですけども、こちらもアナカリス同様に二酸化炭素の添加が不要で、日陰でも簡単に育成することができます。でこのマツモの特徴としては、こちらはですね、根っこを持たない水草なんですよ。そう、マツモには根っこがないんですよ。もうだからただ単にですね、こう水中に浮かべておくだけで育成ができるというような、ちょっと特殊というか変わった水草ですね。でこれ見た目もすごい綺麗なので、こういったボトルだとか小さい容器ですね、こういうのに入れる水草としてもよく使われます。すごい綺麗ですよね、こうやってやっぱ緑あるだけで。でこのマツモはですね、増やすのもすごい簡単で、もうほんとただ単に浮かべておくだけで、もう次から次へと新しい芽が出てきて、それで増えていきます。でこちらもですね、放っておくとビオトープとか水槽を覆い尽くすほど増えたりします。それくらい増やすのも簡単ですね。でちなみに先ほど紹介したアナカリスは根っこを持つんですけども、松本同様にこう低床に植え込みをしないで水中に浮かべておくだけでも育成が可能です。という感じで、ここまでは水中で育成できるおすすめの水草をご紹介させていただきました。ではですね、続いておすすめの浮き草の方に行きます。1つ目がホテイアオイ、そして2つ目がアマゾンフロックピットで、3つ目がサンショウモで、最後青浮き草といった感じなんですけども、まず最初のこのホテイアオイなんですけども、もうこれはですね、メダカのビオトープでは定番中の定番で、もうド定番ですねと言っていい水草っていうか浮き草ですね。で水草全般的に言えることではあるんですけども、特にこのホテイアオイは成長が早くて、こう根っこがこんな感じでびっしりあるんですよ。
まあ、それによって水中の栄養分を吸収する量が多いことから、まあ、特にですね、こう水質の浄化能力が高いっていうふうに言われてます。まあ、なので入れておくだけで水をきれいにしてくれるっていうメリットがあるんですよ。で、ホテイアオイの育成に関してはもう強い光が必要ってことだけですね。まあ、なので日光の当たる場所でもうこう浮かべておくだけで簡単に育成ができます。まあ、逆にですね、室内での育成はかなり厳しいので、まあ、まさにビオトープ向けの浮き草と言っていいです。で、こんな感じで青々とした緑色が特徴なんですけども、まあ、しっかりと育てれば、まあ、こんな青紫色の綺麗な花をビオトープでも咲かせてくれるので、まあ、時期的な問題はありますけども、鑑賞価値のすごい高い浮き草っていうふうにも言えます。で、2番目のアマゾンフロックピットですけども、こちらはですね、こんなコイン状の葉っぱが特徴で、まあ、それがこう浮く感じになりますので、まあ、それによってメダカの隠れ家だったり、あとは日陰の確保が簡単にできるという浮き草です。で、これ見た目も結構いいので、そうですね、あの水面の何もないスペースがちょっと寂しいなと思った時にこう導入する浮き草としてもおすすめです。で、育成に関してはですね、あのホテイアオイ同様に強い光が必要になりますので、まあ、なので日光の当たるようなビオトープであれば育成はめちゃくちゃ簡単です。で、このアマゾンフロックピットはすごい成長も早くて、こう小さい株をどんどん作って増えていくので、まあ、水面をアマゾンフロックピットで埋め尽くすようなレイアウトを作ることもできます。まあ、個人的にはそういうレイアウトは結構好きですね。まあ、全然ありだと思ってます。はい、では次に山椒毛なんですけども、こちらはですね、葉っぱに毛が生えたような感じの、まあ、独特な見た目が特徴的で、まあ、ちょっと面白い見た目のこう浮き草を、まあ、ビオトープ内に取り入れたいという場合におすすめです。で、基本的には日光の当たる場所で育成すれば簡単なんですけども、まあ、どっちかというとですね、結構肥料となる栄養分の多い環境の方がよく育つんですよ。まあ、なので生態の多いビオトープに導入した方がよく成長するかと思います。で、ちなみにこの山椒毛とは別に大山椒毛っていうのがあるんですよ。で、この大山椒毛っていう方はですね、葉っぱがすごい盛り上がって立体的な形の葉っぱを作るので、で、より面白いこう浮き草が欲しいという方は、で、そっちの大山椒毛の方もですね、ぜひチェックしてみてください。で、そして最後の青浮き草なんですけども、この青浮き草はですね、大きさが、まあ、3ミリぐらいですかね、まあ、最大でも5ミリ程度の小さい浮き草で、とにかく増えるスピードが半端ないんですよ。で、この浮き草はですね、あの熱帯魚水槽とかに入り込んで、で、水面を覆い尽くすほど増えまくる厄介者でも知られてるんですけども、まあ、ビオトープではですね、もう何もない水面を緑に染めてくれる、こう鑑賞価値の高いものとして、まあ、導入されることもあります。まあ、ただやっぱ増えすぎて、こう全面が小さい浮き草だけで覆われてしまうのも問題があるので、まあ、増えすぎたらですね、適度な間引きは絶対に必要です。まあ、熱帯魚水槽では厄介者でも、ビオトープではですね、あの鑑賞価値の高い浮き草として利用できるってことで、まあ、ビオトープならではの使い道があるので、まあ、こういった小さい水草を導入してみるのもいいかと思います。まあ、といった感じでメダカのビオトープにおすすめの水草、そして浮き草を全部で6つご紹介させていただきました。まあ、あのここで紹介したものはほんの一部でしかなくて、まだまだいい水草っていうのは存在します。まあ、ただあの最初はどんな水草がいいのかわからないという方もいると思いますので、まあ、そういう方のご参考になればと思います。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。